若い女性の肖像は一般的にイタリアのルネサンス期の若ボッティチェッリに帰属されている絵画であり1480から1485年に制作された。ヤコポダセライオに帰属する研究者もいる。女性は横顔で示されているが胸を4分の3斜めに向けて首にかけているカメオのメダルを見捨てている。メダルは ロレンツォ・デ・メディチが所有していたアポロとマルジュアスを表している有名なアンティークのカーネリアンであるネロの印象を逆向きにした複製である。ドイツのフランクフルトにあるシュテーデル美術館に所蔵されている。他の同様のボッティチェリの絵画はナショナルギャラリー、ベルリン絵画館、そして東京のマルベニコレクションにある。ナショナルギャラリーのディビッド・アラン・ブラウンは絵画を妊婦、または 女神として神話化された理想的女性であると説明している。この見解は指定出る美術館によって与えられたタイトルに反映している。絵画はボッティチェッリ、または画家の工房人による一群の同様の絵画の一つである。美術視野のアビバールブルクはこの絵画がシモネッタ・ベスプッチの理想的な肖像画であると最初に示唆した。 マラギュージー 2004P73AB ブラウン 2001P182 ギブソンディスライトライフアーカイブド15セプテンバー2013アットウェブサイトハット AB ブラウン 2001P184 ありがとうございます。